東京杯2022レッドルゼル待った馬券率 100% 馬がいます。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ現象の柳生でございます。本日は5分でわかる外競データ編といたしまして、東京杯2022地方競馬特別編としてやっていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目、過去の東京杯外球傾向を学ぶということでございまして、外球は過去の東京杯でどのように放送するか確実的でありたいと思います。そして二つ目、今年の東京杯はどんな馬を狙うということでございまして、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。なおですね、中央競馬の週末重賞外球データ該当馬に関しましては、中走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせておりますております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。それではまず東京杯2017年の傾向でございます。1着は北三日月、2着はブルドックボス、3着は西剣物の符でございました。今年は地方馬が1着2着、そしてオーバルスプリント組というような構成でございました。そしてこちら2018年東京杯の傾向でございます。1着はまたまた地方馬の北三日月、2着はネロ、3着はグレイスフルリープでございました。今年は北三日月は連覇、そしてまたまたオーバルスプリント組が来ております。そしてこちら2019年東京杯の傾向でございます。1着はコファのキッキング、2着はまたまたブルドックボス、3着はサクセスエナジーでございました。ブルドックボスはリピーターで、オーバルスプリント組とクラスター組という形でございました。そしてこちら2020年の東京杯傾向でございます。1着はジャスティン、2着はブルドックボス、3着はコファのキッキングでございました。今年は2着と3着はリピーターでございます。そしてまたまたクラスターカップ組が来ております。そしてこちら2021年東京杯の傾向でございます。1着はサクセスエナジー、2着はリオの雪菜、3着はレッドルゼルでございました。今年も1着はリピーター、そしてオーバルスプリント組、クラスターカップ組ということでございまして、再び活躍しておりました。東京杯2022年狙うのはということでございまして、まずはポイントを3つ押さえておきたいと思います。1つ目でございます、リピーターでございますね。ここ5年でも北三日月が連覇、そしてブルドックボスにサクセスエナジーがリピートということでございます。なおですね、ブルドックボスにおいてですね、もう3年2着ということでございますので、かなりリピーターは強い傾向でございます。そして2つ目、オーバルスプリント組が圧倒ということでございます。2017年2着のブルドックボス、2018年2着のメロ、2019年2着のブルドックボス、2019年3着のサクセスエナジーということでございまして、加えてですね、昨年もオーバルスプリント7着だったサクセスエナジーが制覇しております。このオーバルスプリントに関しては着順は気にしたくて OK ということでございまして、オーバルスプリントからのステップ組、これ注意してみたいかなと思います。そして3つ目でございます、クラスターカップ組も好相性ということでございます。2019年1着のコパノキッキング、2020年1着のブルドックボスということでございまして、この流れは引き継がれておりまして、昨年も竜の雪菜が2着でございました。3年連続で続いております傾向でございました。クラスターカップの条件に関してはいずれもクラスターカップで3着以内ということがございましたので、今年も3着以内かどうかというところ、ある程度走っているというところはポイントになるかなと思います。さあ行くぞ。それでは地方競馬オリジナル野球のおすすめ、さあ行くぞのコーナーでございます。今回はオーロラテソーロ狙ってみたいなと思いました。今回3つのポイントですね、紹介していきたいと思います。まず1つ目、クラスターカップ勝ち馬でございます。先ほどもお話ししました傾向の通り、過去放送したコパのキッキング、ブルドックボス、そして昨年クラスターカップを勝利してきた竜の雪菜と同じ流れでございます。このレースですね、クラスターカップと東京杯かなりね、適性が合っている感じがしますね。まあ、適性が合うのは間違いなく、ここでも構想可能かなと思いました。そして2つ目、鮫島勝馬騎手が乗れば 100% でございます。生涯でこの馬自身は7勝しているんですけれども、そのうち3勝が鮫島騎手とのものでございます。鮫島騎手は4戦騎乗して3勝3着1回ということでございまして、鮫島騎手との馬券内率は 100% とも相性抜群でございます。ここ2戦もですね、鮫島騎手に乗り換わって2連勝ということでございますので、もう鮫島騎手が乗っている間は勝っていて損はないんじゃないかなっていうような流れでございます。そして3つ目ですね、馬が本格化、そして型が決まったというパターンでございます。春にね、大きく馬体を減らしてしまったんですけれども、まあ、回復してきてですね、ここ3戦はプラス体重で出てきております。まあ、馬もね、5歳でもう本格化してきたのかなという感じでございまして、距離をね、1200メートルにして安定して走っております。まあね、逃げるような競馬をしていたんですけれども、鮫島騎手とは2番手から競馬をすることでですね、まあ、安定した成績を残せるようになってきております。まあね、逃げるっていうところにこだわらなくても、番手でも競馬ができるっていうところはですね、競馬に幅が出ますし、まあね、仮にね、短距離戦なので、まあ、逃げるっていう馬が出てきたとしても全然怖くないかなと思いました。なおですね、他のメンバー、強いメンバーがおります。まあ、レッドゼルなんですけれども、やっぱりね、昨年同様に叩き台で出てくるんじゃないかなと思います。海外遠征から帰っていて、目標は JBC だと思いますので、
昨年も3着しているように、まあ、仕上げてくるっていう可能性は低いかなと思いました。そして TM サウスダンなんですけど、この馬で本来ならやっぱり能力突き抜けてると思うんですけれども、ここ2戦がねちょっとフェブラリーステークスを使うことを目標にしたので、それからですねマイルを2戦使っております。なのでですね、まあ、ちょっとマイルからいきなりね地方のスピード戦の 1200m ということになりますので、まあ、流れにねいきなり乗っていけるかっていうところがあるかと思います。まあ、こちらもねここを使って JBC スプリントという形でございますので、ここ目標ではないっていう感じがします。オールアテソールはですね賞金をしっかり加算しておきたいなっていうところがございますので、サメ島騎手のコンビ勝負度で言いますとこちらかなと思いました。中央競馬の最終的な外競馬データ外競馬に関しましては、出走馬確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外競分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。